浦臼町は札幌市、旭川市の北海道二大都市のほぼ中間地点に位置し、東部の石狩川と西部の樺太連山に挟まれた自然豊かな農村である。明治20年1887年、囚人の手によって月形から浦臼を通り増毛に通じる道路が作られた。明治26年1893年、初代北海道庁長官岩村道俊の長男岩村八作が細木内地区に農場を創設した。同じ頃、細木内地区に北越植民者ができ、養蚕を進め、浦臼の養蚕業は北海道一と言われるほどに成長した。坂本龍馬の甥の坂本直弘は自由民権運動の弾圧で投獄されたが、この時にキリスト教の信仰を一層深め、北海道開拓を決意する。明治30年、坂本直弘は移民団を率いて北見に入り、北耕社農場北見教会を開いた。坂本龍馬の盟友で親戚でもあった武智半平太の後を継いだ武智康也は坂本直弘と共に自由民権を説き、明治26年に聖苑農場聖苑教会を浦臼町に開いた。また児童教育にも力を注ぎ、これが浦臼の学校教育の始まりとなった。聖苑農場は注目を集め、連日視察者が訪れるほどだったが、翌明治27年に武智康也は急死した。そして明治31年に発生した石狩川の大洪水で聖苑農場の教会堂は壊れ、家や畑を失って転出する信者や牧師が相次いだ。この危機を救ったのは坂本直弘だった。坂本直弘は内務大臣の板垣退助に陳情し、救済金を受けた。また教会の集会に出ては被災者の惨状を訴えた。石狩川沿岸の有志たちは石狩川の根本的な治水を推進するため、石狩川治水規制会を設立した。その結果、北海道庁内に北海道治水調査会が設立され、ついに石狩川の治水が動き出した。この間、坂本直弘の兄で海援隊の中心人物だった坂本直の妻トメと長男直江が、坂本直の没後に直弘を頼って浦臼に移り住んだ。トメは石狩川の渡船場近くで駄菓子屋を営みながら浦臼発展に尽力した。薩的にある墓地にはトメと直江、武智康也の墓があり、坂本龍馬、そして故郷高知とのつながりを感じずにはいられない。明治の終わり頃から鉄道敷設の運動が始まり、昭和10年、札幌石狩沼田間の札沼線全線が開通し、農産物を札幌に輸送するなど村はさらに発展した。1971年、北海道ワインの創業者が浦臼町長より大規模な水田の耕作放棄地があるとの相談を受け、浦臼町鶴沼に11ヘクタールの土地を取得し、ブドウ畑の開墾に着手した。紆余曲折を得て1980年に第1号ワインが初出荷され、現在では北海道ワインのワイン生産量は北海道1位、全国でも6位となった。
自社農園鶴沼ワイナリーは日本最大規模で、北海道ワインの国産ぶどう使用量は全国1位である。浦臼町はバブル期にスキー場とゴルフ場の大規模なリゾート開発が計画され、浦臼リゾート開発公社が設立された。バブルの上昇気流に乗ってある程度造成が進められたが、1992年に富士銀行赤坂支店不正融資事件が発覚し、浦臼リゾート計画が事件に関与していることが国会でも取り上げられ、工事は中断した。もし浦臼に巨大リゾートができていたら、札沼線にもバブリーなリゾート列車が走っていたかもしれないと思うと、ロマンを感じずにはいられない。第三セクター浦臼リゾート開発公社は1998年に解散したが、現在も農村に突如出現するワインを運ぶにはオーバースペックな二車線道路にその痕跡を見ることができる。この道路は農産物やワインの輸送のほか、地域住民の運転の練習に活用されているようである。その後、消費者金融プロミスの創業者である陣内良一が浦臼リゾート開発公社の旧所有地を含む農地に陣内ファーム21株式会社を設立し、北海道にもかかわらずマンゴーを生産し、赤毛和牛の栽培飼育製造販売を手掛けた。バブルの勢いに乗り損ねた浦臼を支えたのはサラ金とワインであった。2020年令和2年5月7日、北海道医療大学駅新十津川駅間の廃止とともに、浦臼町内の全ての駅が廃駅となった。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、それではですね、遅きない駅を出発しまして、次が薩的駅になります。ここに遅きない地区コミュニティセンターというとても新しい公民館的な綺麗な建物があります。これ前来た時ここにありましたがね、意外と変わったかもしれないですね。この辺も地味に発展を続ける遅きない、駅前商店、坂本商店という、商店がありますが、残念ながら現在は営業していないようです。それでは左折して次の薩的駅の方に向かっていきましょう。あ、浦臼町はですね、今調べたところ2019年、ローソンができたということです。人口1820人の農業の町にフェア城ができたと日本建設新聞という新聞に書いてありました。農業の町にフェア城、農村にローソン、農村のフェア城、ああいいですね。ローソン見つけたらもうそのキャッチを見てちょっとね、撮影していこうかなと思います。体感だけ。次の薩的駅なんですけれども、ここからは、2km ほど先になります。札沼線自体はですね、この左側をずっと走っています。今なんかね、タヌキの死体かなと思ったら泥が落ちているだけでした。なかなかそういう罠があるんですね。左側のこの灰色のやつ、これなんか農業用水だそうです。農業用水、鉄道、あと道路みたいな順番で並んでいるみたいです。時間的にはね、限界ですね。この薩的の次が浦臼なので、まあ、浦臼を撮影してロ
放送を撮影して今日はおしまいといった感じになるのかなと思います。さってき駅は国道275号に面した駅なので、ちょっと裏ルートでのアクセスとか、そういったものはできない駅になっています。龍馬家の墓っていうのはこの辺にあるみたいです。意外な観光スポットがあるんですね。そしてこれが薩的の集落ということになるんでしょうか。なんだろう、椎茸飯店、ここなんかうまいっていう話ですよね。椎茸飯店に気を取られていたら、薩的駅跡をですね、華麗にまたスルーしてしまいましたので、どこかに頭を突っ込んで U ターンしたいなと思います。決して動画の尺稼ぎではなくて、本当にうっかりスルーしました、ごめんなさい。ですね、ちょっと申し訳ないけど、このヤンマーの入り口の手前ぐらいまで車を入れて、ヤンマーの敷地には入んないように努力するんで、 U ターンさせていただこうかなと思います。椎茸飯店ね、うまいらしいですよ。椎茸飯店、もしここに来ることがあったらね、ぜひ食べてみたいなと思いつつ、結局なんかね、食べる機会がなく今まで来てるっていう、ね、今日もちょっとね、いろいろと他の場で椎茸飯店に行かないんで、また別の機会に椎茸飯店トライしてみようと思います。うまいらしいですよ、うまいらしいですよ。で、どこなんだ、確か僕の記憶が正しければ、交差点を右に曲がって、で、踏切が確かあったので、それを越えるか越えないかぐらいのところに駅があった、そういう構造になったかなと記憶していますね。そうだ、あ、駅舎残ってる、素晴らしい。ただ車はもうこれ路中しかないですね。はい、それでは現地調査の方を行っていきましょう。旧札沼線薩的駅の駅前になってきました。意外と駅舎残ってます。意外と駅舎残ってます。立ち入り禁止と書いてありますが、意外と肉薄できます。この駅舎もいずれ朽ち果ててなくなるんでしょうか。この動画も遠くない将来、貴重な資料になってしまうのではないかなと思います。この辺りから撮影していくのがいいかもしれないですね。前もなんかここからサムネイル撮ったような気がするんですけど、違ったかな。暗いな。まあしょうがないか。ちょっと後で補正して何とかしましょう。札沼線の駅って結構どこもコンクリート造りで頑丈な作りになってますよね。豊ヶ丘ですらコンクリートの橋がかかってましたもんね。はい、それでは次行きましょう。